はい、皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。高橋みともです。はい、今回なんですけど、ちょっと、感想動画ですね、撮ったんですが、ちょっと不都合で消しちゃったので、すいません。ツイキャスからで、ね、すいませんけどやらせてもらいます。で、ウルトラマン Z の感想と、スーパー戦隊の感、スーパー戦隊と、あとあれですね。なんだっけ、仮面ライダーと、ポケモンの感想です。で、まずは、ウルターマン Z ですね。16話ですね。15話は、まあ、単純です。グリーザ界でした。で、16話は、あれなんだっけ、まあ、ホロボロスっていうキャラが出てきたよっていう回。で、仮面ライダーは5章6座、仮面ライダーはスイカすぎて、びっくりしたっていう話でした。そして、スーパー戦隊は、まあ、強化されるよっていう回と、激レンジャーが出てきたよっていう回でした。ざっくりそうです。そして、ポケモン40話ですが、感想は、サンダー捕まえるのかな、ゴー君が捕まえるのかなと思ったら、捕まえなかったというオチでした。ということで、ここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。